中央分離帯から見たエスプラネード沿いの住宅街エスプラネードアベニューは、米国ルイジアナ州ニューオーリンズの主要な通りの一つである。エスプラネードアベニューは、ニューオーリンズ市内のミシシッピ川岸より、北西方面に走り、バイユーセントジョンを通過して、キャロルトンアベニューとの接点まで続いている。19世紀には、この通りは、ポンチャートレーン湖へ通じる。 湿地帯とミシシッピ川を結ぶ重要な運送ルートとして機能した。現在も19世紀当時の邸宅の数々を通り沿いに見ることができる。当時はこの地域にはクレウォール系の富豪が多く住居を構えていた歴史があり、英国系住民が住んでいたアップタウンのセントチャールズアベニュー沿いの邸宅街に似た状況があった。エスプラネードアベニューは ニューオーリンズのシックスワードとセブンスワードを分ける境界線となっている。ミシシッピ側からクレーボーンアベニューまでの区間では、エスプラネードアベニューは片道1車線ずつで、1段上がった中央分離帯が設置されている。クレーボーンアベニューからキャロルトンアベニューまでは片道2車線となり、中央分離帯はやや小さくなっている。ミシシッピ側からランパートストリートまでの区間においては、 エスプラネードアベニューはフレンチクォーターとフォーバーグ、マリニー地域を分ける境界線となっている。川に近いフレンチクォーター側には旧アメリカ合衆国造兵局の建物がある。フレンチクォーターの北側に位置するトレメ地域を過ぎ、エスプラネードアベニューはフォーバーグ、セントジョンとして知られる地域を通り抜ける。この地域にはニューオーリンズジャズ ヘリテッジフェスティバルの会場としても有名なフェアグラウンズ競馬場がある。エドガードガが,がニューオーリンズに住んでいたサイの家があるのもこの地域である。キャロルトンアベニューとの接点を過ぎた地点にニューオーリンズ美術博物館の入り口がある。ありがとうございます。